はい、こんにちは、明石駅です。今日は2020年12月の28日土曜日ですね。日本一周旅行を全部終えまして、このスタート地点である明石駅に戻ってきました。まあ、今回ね、この動画多分雑談動画に使われてると思うんですけど、50日間本当に皆さん、お世話になりました。この動画を見てくださってる方はもちろんそうなんですけど、車をね乗せてくださった方とか、各地でお家に泊めていただいた方、それからご飯をご馳走してもらった方、まあ、いろんな形で、本当にたくさんの人に、お世話になりました。本当にありがとうございました。この動画をもってね、お礼と、まあ、もちろん、これから今後のね人生で、ちゃんとその都度お礼はしていきたいと思うんですけど、まあ、動画ではこれでお礼ということでさせていただきたいと思います。で、まあ、もう今日この旅行ね50日間かけて終わりまして、今から家に帰るわけですけど、いやー、お金使いましたね。合計で302,249円です。まあ、1日6,000円で合計30万円で抑えようかなと思ってたんですが、まあ、50日間なんでね、6,000×50日で30万円で抑えようと思ってたんですが、残念ながら2,249円オーバーしてしまいました。まあ、仕方ないですね。ちょっとなかなか難しかったですけど、まあ、大体30万円あれば50日間で日本一周旅行はできると、1日6,000円あたり、約6,000円ほどで、日本一周旅行はできるということが分かっていただけたのかなと思います。では、この動画多分ね12月31日、見ていただいてると思うので、皆さん良いお年をということで、まあ、年明けからもこの雑談動画とか、それから後輩が編集してくれている日本一周のその日その日の動画アップしていきたいと思います。で、それからそれが終わったら都道府県ごと、例えば兵庫県とか、大阪府とか北海道とか、都道府県ごとの動画とか、もちろん美味しかった食べ物とかね、そういう類も載せていきたいなと思っているので、まあ、とりあえずそれも結構ね感覚湧くと思うんですけど、楽しみにしていただければなと思います。じゃあ今回この明石駅最後に終わります。皆様良いお年をお迎えください。